近な課題として、うん、日本の地方はタクシーやばいですよ、ね、うんうん、まずいない、いない、高齢化、そうですね、まあ、一部遠隔地は始まってたりするわけですね。あ、まあだから本当ごくごく一部です、ね、そうですね、でそれが今度どこまでその地方に広がっていくかっていうところです、うんうん、あのライドシェアはその過疎地とかでは部分的にはできるようになっていて、はいはい、例えばその国家戦略特区で兵庫県の養父市ってところがあるんですけど、はい、でそこで過疎地限定でのライドシェアの特例っていうのはやったりしてるんですよ、うんうん、まあ、だけどもね、これやっただけでも、ね、すごい大変で、養父市の市長さんはね、その、地域限定でのライドシェアを解禁したっていうのは次の選挙落っこちかかっちゃうぐらいね、いやもうタクシー会社みんな反対するし、ね、お会いしたことあります。去年たまたまその神戸ビーフのオークションが養父市であって、僕は日本一規制改革に詳しいんで豪語されてましたね、養父市の市長。まあでも逆に僕は怖いですけどね、高齢のもう明らかにご高齢でちょっと運転がおぼつかないドライバーさんとかに当たっちゃうことがあるんですけど、まあそれしか選択肢ないんでどうしようもないんですけど、ちょっと命の危険を感じながら乗るっていう、いやそうだ、どっちが安全ですかって話なんですよね。いやだからそのエビデンスを出すと別にタクシーの運転よりもライドシェアにした方が安全でしょっていうのは言えるんだけれども、まだその先の無人倉庫も全部そうですよね。まあ、そういうの書くと、じゃあお前タクシー乗るな、いや乗るなとか書く人がいたりとかしたりとか、いやそういう問題じゃねえし、本当まさにリスクゼロ問題と、いや、まさに利権の問題となんですかね、まあ、変わりたくないっていうのは大きいんじゃないかな、うんうん、そうですね。いやだからその大阪との話もそうだけども、やっぱり変わることに対する抵抗、はい、まあ、すごく強くって、うん、でそれを利権を持ってる人たちがね、うまく利用するんですよ、うん、そう変わりたくない感情を、ね、なんかウーバーがこの土地に入ってきて職を失った運転手、うん、ありますね。悲哀なんか、はい、そういう新規参入が歓迎されない社会って本当にやばいと思うんですけど、それはどうしたら、まあ、不安になりますよね、これから自分が生きていく社会がそうなるの、はい、うん、もうなんとかね、うん、僕の世代のうちにそういうの変えないといけないなと思って、はい、やろうと思ってますね。だでも僕はこれ完全にリーダー次第だと僕は思ってますけどね、うん、リーダ ー, あーだからその首相ね、うん、菅さんね、うん、一番トップ、だどこまで届いてるかどうかわからないですけど、うん、彼はいろんな人たちの業界の話を聞くとはいえ、うん、アナログ的な手法というか、うん、やっぱその同時にこなせるタスクに限界があると思うんですよ、うん、でも例えば SNS とか駆使すれば別に LINE だっていいわけじゃないですか、うん、僕なんか多分省庁全員の幹部職員課長以上とか全部入ってる LINE グループとか作ったら全部見ますよ、うん、例えば、なるほど、いやそうすると意見すぐ入ってくるじゃないですか、うんうん、っていうようになれば多分相当なところの問題点をそのマルチタスクで多分処理できると思うんで、うんうんうん、でリーダーが言えば変わりますよ、うん、言うても、うんうん、まあね、だけどもね、これまでの日本の政治はリーダーが言っても何にも動かない、うん、要するに、ね、日本の政治では内閣が人事権を持ってないんですよ、役人の、うんうん、いやずっと持ってなかったんですよ、うん、いやだから政府 の,、うん、その政権を取った誰が人事権を持ってる役人だ、なんとか省でね、うん、そのトップは大臣でしょ、はい、で副大臣と政務官がいて、うん、でその下が役人のトップの事務次官以下なんだけども、うん、で事務次官とかあるいはなんかそのもう事務次官辞めちゃった役所の OB とかが実質的な人事権を持っていて、うん、で大臣は口を出せない、誰がなんか最近ほら学術会議の問題でなんか揉めてたじゃないですか、はいはい、で学術会議はなんか内部からの推薦を内閣が承認するみたいな、うんうん、で内閣は承認をしなかったわけじゃないですか、ね、6人か7人か知らんけど、でそれでバーッと揉めてますけど、うん、ああいう規定なんですか。そういやだから規定上は条文上は大臣に人事権があるって単に書いてあるんだけども、はい、もう慣例として、うん、その役所から上がってきた人事をそのままやることにしますというのがずっと続いてきてたんですね、うん、でそれを変えようとしたのがまあ安倍政権の時で、うん、それでなんか官邸が人事やりすぎだとかって問題になってるんですけど、うん、学術会議の話とかも全部つながってて、うん、そういう枠組みを変えないと、うん、その政権がトップが行った時に物事変えないでしょ、慣例的になってるだけであり、うん、その人事権は条文上はあるわけです、あるんです、うん、そう
あるんだけどね、それを行使した途端にとんでもないなんか頭のおかしな政権だとかつってね、うん、マスコミと野党から総攻撃が来るわけですよまさに新利権トライアングルが動き始めるんですね、うん、でその裏側にその利権持ってる人たちがいて、うん、であの政権はねなんかその利権絡みでとんでもないことやってるぞっていう、まあ、だから僕のなんか変な記事が出てるのも全部そういう話で、うん、でもやっぱほら黒川さんの賭け麻雀問題も結構つながってますよね。そうです。で、あれ見ながら思ったのは、うん、俺のなんか摘発も全部あれだなと思って、うん、フジテレビの社員と、うん、検察官が麻雀しながら決めてたんだな、うん、原さん、ちなみにこの代表的な規制これ全部必要ないでしょって話なんですけど、この中で規制緩和しやすいものとしにくいものって、こう仕分けしていくとどういう形になるんですか？いや、だからその裏側にその規制、うん、改革しやすいかどうかっていうのは、うん、裏側の利権がどれだけ強いか問題だから、うん、いやだからタクシーとかも大変ですよ、うん、もう安倍政権の間なんかね、ライドシェアって言葉を政府の会議で使うこと自体が禁止されていたんですね。もうそんなことは言ってはいけませんみたいなぐらいに大変だったんだけど、はい、まあだからやりやすいっていう意味で、うん、菅政権でどうやってこう、うん、切り込んでいくのかなっていうのを考えたときに、はい、一つの切り口は、うん、法律に規制がちゃんと書いてあるかどうかなんですよ。なるほど。だからさっきのその、まあ、新事件の話も、はい、法律の条文上はそうなんだけどっていうのと同じなんだけど、はいはい、いや例えば、うん、オンライン診療とかね、うん、オンライン教育とかね、うん、なんか最近ずっと問題になってましたでしょ、うん、コロナの時以降、はい、でもあれって法律の条文で本当に禁止してんの、うん、っていうとないんですよ、うん、そんな規定は。でまあ、例えばオンライン診療だと一応その条文の根拠は何て言ってるかっていうと、はい、診察せずに治療しちゃいけませんっていう条文が医師法にあって、うん、それが根拠 で、うん、ね、であとは、ね、全部通達なんです。なるほど。役所の局長の会と、はいはいはい、で初診はダメとか過疎地だったら OK だよとかね、うん、そういうの全部そのあとは通達してる、通達で書いちゃう。だからその法律には全然そんなこと書いてないんだけどもっていう問題なんですよ、うんうん。それ例えばじゃあオンライン診療をやって、うん、その許可されてないのに通達には書いてないところでオンライン診療をやって、うん、どうなるんですか？で、そうすると一生違反になっちゃう。一生違反で大変なことになっちゃうから、うん、みんな置かないからやんない。あ、じゃあ一生違反で例えばそれ摘発されて、うん、裁判したら勝てる可能性がある、うん、勝つ可能性ありますね。だからそれ勝ったのが、うん、薬のネット販売ですね。あ、薬のネット販売も法律には書いてなくって、うん、あれはね通達じゃなくて省令っていうね、うん、役所が勝手に決められるルールがあって、うん、はいはいはい、そこで勝手に禁止してたんですね、うん、でそれさすがにおかしいでしょって言って訴えて、うん、であれは裁判をやる、まあ、勇敢な人がいたから、うん、事業者がいたから、うん、で最高裁まで戦って最後こんな省令を勝手に決めるのはもう向こうダメだと、うん、無効だって言ってダメにした、うん、っていうような話はね実はたくさんあるんだけど、うん、だけどみんなその医師法違反とかね言われちゃうとおっかないからってやんない。なるほどなるほど、うん、そこだ、うん、そう。だそれをだアプローチがいくつかあって、はい、いやだから一つのアプローチは、うん、まあ、菅政権みたいな強力な政権でね、はい、法律には書いてないんだからもうこんなの全部なしにしようぜと、うん、まあ、通達でこんないい加減なことやるんじゃないよっていうのをこうドサッとこう網をかけるか、うん、あるいはね、まあ、勇敢な人がもっと出てくるってことなんですけど、はい、やっぱりこう未来のある人たちがねそこのチャレンジするのちょっと大変かもしれないから、うん、もう先のあんまり、ね、長くない人たちね、うん、もう医師法違反になっちゃってもいいやと、うん、もう年代で、うん、もうそろそろうちの委員畳むかもしれないし、うん、みたいな人たちが、うん、もうあえてそのギリギリのところに突っ込んでって、うん、で最後穴を開けて引退する、うん、そういうチャレンジャーが、そう、なんかそういう場合の医師の方でそういう心意気のある方っていうのもいらっしゃる。まあ、だから僕の周りでその規制改革とかチャレンジしてるような人、うん、だからさっきの藪市長なんかもそうですけど、はい、うん、そういう人たちってのはまさにそんな感じの人たち、うん、まあ、日本に何人かいるんですよ、うん、ね。一方でメドレーのようなスタートアップ企業も出てきますよね、うん、そういう、まあ、企業仕組みとして改革しようっていうような新しい企業とか、あっちの可能性はあります。そうそう、まあ、だからああいうね頑張ってる人たちをちゃんと応援しないといけないんで、うん、いやだからそのためにもそのなんか過剰に規制かかっちゃってるところを穴を開けるプロジェクトっていうのをちょっと別のチームで、うん、ああいう未来のある人たちとは別のチームでやると、まさに穴を開ける専門で、うん、まあ、その本当組み合わせなんでしょうね。はい、ということで、すみません、そろそろお時間が来たんですけれども、ね、いや、この話非常に深掘りしたいんですが、はい、原さん、いかがだったでしょうか？いやだけどこういうところに、ね、はい、来てお話しするのがやっぱり大事で、僕最初にね都構想の説明は分かりづらいって言われたんだけど、はいはいはい、やっぱりそういうのをちゃんとね、うん、こういうところでお話しないと、うん、一
ってもらえる人がいないと分かんないですよね。分かりました。なんか、うんああいうところで変えるのは難しいですね、うん、変わるのって難しいですね、うん、だからなんかその地方から変えるとかねこう下からこう変えていくような本当のその民主主義の仕組みって本当はしないと作らないといけないんだけども、うん、でずっと何十年か言ってるんですけど、うんはい、ちょっとこの規制改革またやりたいですね、うん、ぜひということで本日もありがとうございました。そうそうお時間来ました。ありがとうございました。ありがとうございました。